近藤修司は日本のプロレスラー。東海大学附属第一高等学校、国際武道大学時代はラグビーに明け暮れた。高校3年生時の1995年度には c t b のレギュラーとして花園に出場している。この時、静岡県予選の決勝戦で c t b の対面だったのが後の日本代表 WTV である小野沢博史であった。 大学卒業後にプロレス界入りして東流門の発揮生として入門。2001年5月18日、タイオガワウッチ巡戦でデビューを果たす。T2P メンバーとして日本マット逆上陸。T2P 工業でミラノコレクション AT から勧誘され、イタリアンコネクションに入る。その際に、苗字の近藤からイタリアにあるコンドッティ通りにかけて、リングネームがイタリア風の コンドッティー士となる。T. ニッピーと東流門ジャパンの構想後、日本人宣言を行ったイタリアンコネクションではあったが、徐々にベビーフェイス化してゆく、ユニット及びリーダーであるミラノコレクション AT の言動に対して、ブラザーやシに、ベーカリーやに、高木ジェットショーゴらと共に反発するようになり、ミラノやヨシのとの対立を深めていく。そしていたこのより夏後、 高木と共に一匹狼のヒールとして活動していた、大橋徹、アンソニー W、森を裏切った、菅原拓也とはぐれ軍団を結成。その後、餅月重明と、板タコり脱後は、ユニット無所属だった、ブラザーヤッシを加え、悪感一式を結成した。ドラゴンゲートマットでヒール人気を集めるが、2004年に、職務怠慢と、素行不良を理由に、 ユニットごと解雇されてしまった。T2P 以降の東龍門卒業生で立ち上げたドラゴンドールでリング復帰し、プロレースリングエルドラドと名を変えたリングを主戦場とする。さらに、全日本プロレースのヒールの集団ブードゥーマーダーズのメンバーとして暴れた。2005年10月22日、高道の子を破り世界ジュニアヘビー級王座を奪取。以降も防衛を重ねて、 2006年8月27日に全日本プロレスジュニアヘビー級の実力者、和林にも勝利し、ジュニア版絶対王者の地位を築き上げた。また、9月17日には、小島佐氏と対戦し敗北するも互角に渡り合い、高い評価を受けた。近藤は一時は、淵正信の防衛記録を抜くかと思われる勢いを見せていたが、 2007年2月17日両国国技館における中島勝彦との防衛戦に24分25秒ジャーマンスープレックスホールドで敗れ王座から陥落2007年7月のジュニアヘビー級リーグ戦では決勝でクリス・セービンに敗れるものの準優勝となった2008年9月29日プロレスリングエルドラドを退団し全日本プロレスに正式入団を発表同時に VM と決別した。経緯については9月28日の全日本横浜大会世界ジュニア王座戦にて王者である肘方隆が挑戦者の丸藤聖堂に敗れベルト型団体へと流出した。それまでベルトにはあまり興味を示していなかった近藤だったが、この事態に全日本所属としてベルトを奪還したいと宣言し入団したものである。月日は 全日本プロレス、台湾大会の PR のため現地で、数とのデモンストレーションマッチを行った。11月3日、両国大会で GHC ジュニアヘビー級王座、世界ジュニアヘビー級王座ダブルタイトル戦を検を相手として時間切れ引き分け防衛した丸藤に、挑戦した。このことは、全日移籍後数日で決まっていたことであり、 会社が近藤にかける期待はかなり大きいものであった。そして、両国大会で満を持たして丸藤と対戦したが、結果惜しくも近藤が敗れてしまった。なおこの試合は2008年のプロレス対象ベストバウトにも選ばれた。餃子の王将、プレゼンツジュニアヘビー級、リーグ2009の決勝で、スペルクレイジーを得意のキングコングラリアットで破り、優勝を果たした。また、 2008年世界最強タック決定リーグ戦には、近藤の VM 時代から、馬が相い,あいも良かったスワマトのタックで出場が、決定、3年ぶりに最強タックのリングを踏みしめる。天古寺に対抗してか、スワコンとも言われるようになった。最強タック公式戦3日目の後楽園、ホール大会では、熱闘の末に、小島から、キングコングラリアットでのホールを奪った。 ジュニアヘビー級でありながら、ヘビー級選手化おまけの混同の強さを再確認させられた試合であり、試合終了後は、後楽園の観客が大爆発とも取れる歓声を送った。しかし、リーグ戦は9点で決勝進出一番乗りを果たしたものの、天虎寺も同点で決勝戦を迎え、ラディアットで後楽園での雪辱を果たされ準優勝に終わった。2009年からは、 スワマトのタッグチームで世界タッグを狙った。そのためにチーム名をディストラクションとし精進している。2009年上半期は全日本プロレスに参戦しているミノルに何度も負け続け、負け癖がついているといつになく弱気であった。しかしジュニアヘビー級リーグ戦決勝戦にてミノルを準決勝で破ったスペルクレイジーにお箱のキングコングラリアットで突破。 見事初優勝を果たした。2011年、ガオラ主催のスーパーファイト2011にて、近藤、海 v s 土井しげ谷崎直樹が組まれ、7年ぶりにドラゴンゲート勢と接触した。世界ジュニアヘビー級王座がミノルの手に移った際に、イの一番に挑戦表明。2011年2月11日、カズハヤシとの次期挑戦者決定戦を、 元世界ジュニア王者フチより伝授された逆肩エビが止めで突破。3月21日両国国技館大会にて王座に挑戦したが惜しくも敗れた。この頃から世界ジュニア王者のミノルが提唱した全日ジュニア三強時代の一角を担う存在として数えられる。2011年12月25日の沖縄大会、試合後にプロレスリングノアへの参戦を明言。 2012年1月15日のノア幸楽園ホール大会に山と博司とのタッグで第一試合に登場した。試合ではマルフジトリッキー・マルビン組が相手でマルビンをキング・コングラリアットで圧倒し試合後には GHC ジュニアヘビー級タッグ王座への挑戦を宣言した。2012年2月3日の幸楽園ホール大会で 世界ジュニアヘビー級王座保持者のケニー・オメガから指名を受け3月20日の両国大会で挑戦するも最後はケニーの変異翼の天使の前に敗戦した2012年9月29日後楽園ホール大会金丸義信が保持する GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦しキングコングラリアットで金丸に勝利し第25代王者となった 2013年1月2日後楽園ホール大会において大和博が保持する世界ジュニアヘビー級王座とのダブルタイトルマッチにキングコングラリアットで勝利し第34代世界ジュニアヘビー級王座になると同時に史上初の GHC ジュニア世界ジュニアの2冠王となる2013年6月30日の両国国技館大会を最後に 全日本プロレスを退団した。2017年3月27日、4月1日より、レッスルマイナス1の取締役副社長に就任することを発表。2020年4月1日の後楽園、ホール大会をもって、レッスルマイナス1が活動休止。2020年7月4日、ドラゴンゲート、京都 KBS ホール大会に、登流門世代の X として、 サプライズ参戦。高校、大学時代にラグビーで鍛えた肉体を活かしたパワーファイトが特徴。階級がジュニアであるにもかかわらず、ヘビー級の選手も投げ切るほどの力を持つ。大一番では普段は見せないルチャをやることがある。ありがとうございます。